その無線集中が危険ですので、窓から低圧時間は出さないようお願いいたします。こちらの本部内でアブトシ機関車の切り離し作業を行います。機関車切り離しはトラックは構造内と入りますので、お客様はそのままお待ちください。150メートルの中に入りますので少々お待ちくださいませ。Thank you.
これだけ持ってりゃどうだって買えるさ。のんきなこと言ってる場合じゃないよ。銅が出なくなったら山も終わりだ。会社も必死さ。生産量を減らさないように新しい精錬装置を入れるらしい。本当か？ああ、使用精錬法っていうらしいんだけど、銅を取るために救済も取れるらしいぜ。皆さん、コースに採掘